こんばんは。今日の夕食は、牛肉のステーキでーす。これをベランダのバーベキューグリルでこれから焼きます。でね、まあ牛肉のステーキって言ってもいろんな部位があるじゃないですか。ね、皆さんだったらどういう部位の名前を知ってますか？我が家が必ず毎回食べるのはその部位の中でも、リブアイっていうとこです。これ多分ね、日本の人はなかなか聞いたことない部位だと思うんですけども、まあ、とにかく、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっと僕の言葉では説得力がないんですけども、我が家だけに限らず、このバンフとかキャンマーとかに住んでる日本人のいろんな家庭がこのリブアイステーキをすごく好んでます。ということは日本人の味覚にとっても合うっていうことじゃないかなと思うんですよね。はい。赤身。のお肉ね、脂身がほとんどないお肉、これがこのアルバータ牛の特徴です。日本から買ってきた塩麹ね、それにつけて柔らかくしてます。であとはもちろんあの塩コショウっていうのかな、まあ、今日はあの日本から買ってきてもらったスパイスを振ってます。でそれ以外にもこれね、野菜ね、これをまたバーベキューグリルの上に乗っけてる。でんでんでんで、もうこれがね、はい、これをぜひ見てもらいたい。これはトウモロコシですね。で、うちはトウモロコシを皮を剥いで生のまんま焼きます。茹でたりとかしない。この生で焼くことによってすっごい甘みが増すんですよ。ほんとこれもう騙されたと思ってぜひやってもらいたい。湯がいたらダメ、茹でたらダメ、生のまんま塩水につけて焼く。もうこれで甘み何倍にもなります。本当に美味しい。どんなに安いトウモロコシでも甘みたっぷりになります。さあ、それではこれからステーキを焼いていきますね。はい、これがバーベキューグリルです。これを使って毎回ステーキを焼いてます。もうほぼ間違いがないんでね、とってもいい感じに焼けますよ。はい、それではたっぷりこのバーベキューグリルが温まったので肉を乗せて焼いていきます。うわー、分厚い。すげえ。はい、それでは肉が焼き上がりました。もうね、やっぱわさび醤油ですよ。わさび醤油ね、これで食べるのが個人的には一番美味しい。さあ、それではいただきます。柔らか。わさび最高。うまい。アルバータ牛のリブアイステーキ、最高です。皆さんもぜひ試してね。It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day.